なんで小説もまあちょっと書いてみたいなって思って、粘膜の乾きとかすごく見てしまう部分ではあって、自分にとって一番楽しくて苦しい時間なので。皆さんこんにちは、ポッポーの内田です。著者さんの、ね、インタビューをこれまで何回かさせていただいたんですけれども、好きな著者にしか会いに行かないというコーナーですね今日はですね、さくらまなさんをお呼びしておりまして、さくらさんね、本当いろんなジャンルで活躍されているんですけれども、今日は作家さくらまなとしてお呼びをしておりますので、さくらさん今日はお忙しい中本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日新刊のね、ある指南ね、はい、こちらを、ね、出されたということなんですけど、いきなりこの話に入りたいところなんですがちょっと待ちまして、さくらさんといえばもうエッセイを出されたり小説も出されたり、どこで本をお好きになられたんですか。特に今本が読まれない活字離れで、はい、ね、読書離れとかね、はい、本が読まれない不況とか言われている中で、はい、何がきっかけだったのかまずもう伺ってみたいんですけども、はい、私もともと全然本を読んでこなくて、触れる機会もそんなになかったんです、はい、で、高専っていう工業系の学校に、15歳から通っていたんですけど、当時の親友がものすごい文芸オタというか本がもう大好きで、好きな友達がいらっしゃって、はい、文芸誌を勧めてきて、文芸誌多分皆さん文芸誌ときてピンとこない方のが多いと思うんですけども、はい、その親友からその文芸誌を勧めてもらった時のその言葉というのが、要は好きな作家さんがまだ本に要は刊行として至る前の新鮮なその鮮度の高い小説が読める、こんな崇高なものはないということと、あとやっぱり読み物 その量と値段 そのコスパの良さみたいなものめちゃくちゃ、こんな分厚い割にそうです、意外と安いじゃないかっていう、安いっていうのと、うん、社説であったりだとかいろんなそのコーナーもあるし、面白いよ、そうですよね、そうです、随筆とかも含めて鮮度は何よりもやっぱりね高い、大切だなっていうところで、私もその好きな作家さんがそのまだ本に出す前の、まあ、連載小説であったりだとか短編っていうのを、やっぱ一ファンとしてその素早く取れる、情報として取れるものが文芸誌っていうことをその時に知って、はい、そこから、買うようになり、はい、で本が好きになったきっかけもその子で、そうですか、そうなんです、すごい素敵なお友達ちなみにそのお友達は今ダムの建設してる、ダムの建設全然関係のない、本当ですね、はい、読む側から書く側に、ね、うん、なられた、そのなんかタイミングとかきっかけってあったんですか。そのきっかけが、アダルト関係の仕事を始める際に、うん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 、ブログだったり、うんうんうん、SNS だったりだとか、うん、結構自分が思ったことを、はい、書く機会っていうのは、はい、多くて、でも、とはいえその小説っていうのはまた全然違うので、私喋るのが本当に今も下手くそと思うんですけど、本当に下手くそで、話すってなると、一度話してしまった言葉ってもう取り返せないし、なんかその補足をしたくても時差が生じてしまうと、なんか意味合いが持つ意味合いが変わったりするじゃないですか。書くっていうのは何回でも遂行できるし、直しが入れることができるしっていう、はい、そのあたりの気軽さがやっぱり私の中では一番自分の気質に合うなっていうのを気づいたのも、仕事始めてから、あ、そうですそうです、はい、そこからなんかちょっとなんだ小説もまあちょっと書いてみたいなって思いで、一作目二作目を書かせていただいてたんですけど、そこからのこの春シナを書くきっかけっていうのはどこに、高齢者のせいっていうふうに、まあ、その話をこう一言にまとめるとそこになってしまうんですけど、それがテーマ初めからあったのか、はい、それともさくらさんがこれを書きたいと言ってぶつけたのか、どちら、私から、ずっと気になっているテーマではあって書きたいっていうふうに言って、結構身近な存在だったというか、うんうんうん、AV を購入してくださった方が、うんうんうん、参加できるイベントで、うんうん、そこに来てくださる方って結構こう年代が上だったり、多かったりだとか、若い方もいらっしゃるんですけど、うんうん、実際エロ本がなくなっていった時に、うんうん、そのデジタルなことに関して、うんうん、そんなにこう積極的でない方々はどんな風にそういった欲情を処理したりだとか補填していくんだろうっていうのは、やっぱりずっと
気になっていて、まあ、身近な存在であったし、まあ、触れてきた、と言ったら触れてきた方々でもあったので、本当そういった経緯で書いたっていう感じでした。表現力がやっぱすごい、あと描写力とかね、それは文学性の高さにもね、あのつながってはくるんですけども、ここの最初のシーンね、ね、富男のまぶたから始まって思い切り引っ張られて、あとは腐ったような男の吐息が目にしみるとかね、角膜の話とか、あとはプシューッと間抜けな音を立てて消毒液の匂いが、もう五感の要素がここにもう凝縮されているんですよね。それどこまで意識して書かれたのかって聞いてみたいと。でもその身体性みたいなものについては、結構やっぱり私自身が一番その指のこういう関節の動きだったりだとか、なんか粘膜の乾きとかすごく見てしまう部分ではあって、人のなんか会話とかよりもどっちかってそちらの方が結構目がいくというか、なので多分好きなんだと思います。好きだから多分すごくそこを書きたくなっちゃって、ただそこばっかり書いて話が進まなくなることが多くて、いつも書きすぎですとか言われるんですけど。次回作というかこれからのご予定って今決まっているところあるんですか？はい、全然もうここで出すとかここで書くとか全くなく、うんうん、ただ私が今すごく興味があることがあって、そういうのを聞きたい。はい、なんか街の変化みたいなものとか。街の変化いいですね。はい、すごいそこの匂いとかって、匂いもあり、あと文化っていう面においてとか、そういう街の形態とか、今まで結構人とかこの家族っていう幹が結構大きくて自分が描きたかったものだったんですけど、そういうところに目を向けて描けるようになったらいいなって思いはあります。場所にも物語があるんですもんね。そうなんです、そうなんです。染みついたものが。楽しみ。でも今すごい忙しいから描く時間っていうのは、物理的に書く時間はたくさんあって、ただそれをほとんど寝る時間に費やしてる。寝るのも大事ですよね。やっぱ生きていかなければいけないと、食べることと眠ること、ね、なんか作家としてのなんか夢とか野望とかってあります？でも私本当に作家っていう言葉が一生私は絶対使えないなと思っていて、いやそんな、これを書いて私は作家じゃないって言ったらね、結構怒られちゃう。でも作家さんってやっぱり自分には全然至れない領域というか、なんか本当に高尚な職業なんですよ、ずっと。だからなんか作家としてっていう目標はもう自分が作家っていうのをまず名乗れないし、なんかそういうのはないんですけど、ただ書き物という面で言うと、なんか好きな作業というか自分にとって一番楽しくて苦しい時間なので、これだけの生きがいをなんか経験できるならば続けたいなっていう。生みの苦しみってありますよね、そこに至るまでってね。そうなんです、ポップ、あ、そう作ってくださって、そうなんですよ、2枚作ってきちゃったんですけど、すごい、素敵、売れちゃう売れちゃう、ね、売れてる。普通に売れるんですけど、えげつなく売りたいんですよね。はい、ジャケットは上品に、売るのは下品にっていうのがやっぱり思ってることなんですね。すごい素晴らしい、はい。私の中ではずっと家族の話を書くということが一つの自分の中での勝手な宿命に感じている部分があって、どうしても書かざるを得なかった作品ではあるんですが、私にとっても大切な作品になりましたので、老若男女問わずお手に取っていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。次回作もぜひインタビューさせていただきたいので、予約していいですか？はい、いや私もぜひできたら、それまで生き続けていたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。